ルミラシティのお試し会。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。よいしょー、始まってますということでね。始まってますよ。もうビビるほどなんか遅刻とかね、そういうの今日ミーティングでね、あの遅刻やめましょうってなってたんですけどね、展開して武道館になってますけど、今日はね、フレッシュのメンバーも連れてってことでね、やっていきますよ、行きましょうってことなんですけどね。はい、あれでもあれまだ準備準備あれ準備とか準備があるんじゃねえの。あるなってことなんですね。そう、コメントで来てますよ。ルルーシュはルルーシュは、うん、コメントで来てます。いただきルルーシュって来てるね、ほんとに。頑張るよーい、いつくんねんってことね。頑張るよーい、いつくんねんってことなんですけどね。まあもうスタジオどこ、あのここはね、あそこですよね、代官山ですよね。この人に任せるとグダグダやグダグダになるからね。これはあの歌舞伎町ですってことなんでね。歩夢は、歩夢は今日は来ません。歩夢は今日来ませんっていう、はい、いろいろあんねん。シムケンしっかり来ましたってことなんでね、はい、さっさとね、MC の方にね、来ていただきたいなってことあるんですけどね。助け求めてビビりすぎやないですか。シムケン元気だよーってことで、元気やで。そう、これつなぎじゃねえや。ちなみにこのちなみにこのジャケットとあのこのインナーはズーハーから買いましたってことで、はい、懐かしい名前がね。もらったのかなと思ったら買いましたってことなんでね、今日フレッシュなメンバーもいるんでね。そう、うん、もう本当に、まあ、自己紹介とかやっちゃいたい気分はあるんですけどね。はい、どうで思いますかね。うん、そう、行きたいのかな。今日コメントやばいね、もう144。すごい早い。あ、行っちゃいますか。紹介行っちゃいましょうか。行っちゃいましょうか。じゃあいつものやつをね、ちょっとくださいねってことで。え、一発目ですか。え、一発目なんですか。それは、あ、じゃあ最初、じゃああの逆に一発目、逆にね、さらっとな、初の、そう、うん、じゃあ、あのアップでお願いします。はい、今日初登場かな。もう普通にやっていいよ、うん、もう今ルルシーいないから。はい、うん、うん、初登場いいっすか。うん、初登場、はい、ルイです。はい、ルイくん。はい、あ、ルイくんです。ルイくんです、よいしょ。はい、よいしょよいしょ。左の子、前回君神だったね。君神ってなんだ。うん、おい、ズーハ元気。ズーハ多分ズーハお亡くなったと思う。かわいそう、亡くなった。ごめん。じゃあ次、うん、うん、僕、前回ですか、2回目の登場となります、ガクです。おお、かわいい。なんかフレッシュやし、もうほんとにフレッシュやん、もうほんとにかわいいな、ね、いいですか。いいね、ほんとに、うん、じゃあ、あのちょっとメタル流れてるのは嬉しいんですけどね。いつものやつお願いします。いつもね、シムケンです。よいしょ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 、 よいしょ。いやー、ありがとうございます。来ました。このタイミングで、このタイミングルールしなーってことでね、僕の番でいいんですか。このまま自己紹介いいですか。はい、いいですか。上手よし、下手よし、ルルッシュです。ありがとうございます。よいしょ。上手よし、下手よし。じゃあ最後お願いします。あ、僕大丈夫です、はい、もうみんな知ってると思うんで大丈夫。はい、渚です。はい、どうも。はい、どうも。あらばー、ごちゃ遅れて、ということでね、始まったということでね、湘南美容外科やってます、ヘリウムだ、ということやね。はい、ヘリウムです。ヘリウムです、はい。ちょっと風邪ひいてるんですけども、乾杯してないってことで。あ、乾杯ないですね。はい、行きましょう。いや、待ってました。一言だけ言っていいですか。はい、そこまでの下りすらできないってやばない。いや、リーダー待ってたんで。待ってました。いいですか。それでは、グラスの右手に、はい、ルミナスティーのお試し会。お疲れ様です。ほんとね、うん、イエイ。久々な気しますね、なんかちょっと、俺結構酔ってるんですけどね。あ、お疲れ様です。あ、ありがとうございます。ごめん、
はい、ということで、まずはね、ちょっと冒頭、最初のちょっと、そうですね、フリートーク、FT の方で、7周年の方がありましたっていうことで、はい、最近、はい、ありました。いや、2日間ね、本当にさまざまなね、お客様に来ていただきましてね、結構同業の方いっぱい来ましたよね。そうですね、同業の方も相当盛り上がりましたということでね。FT って何ですか？フリートークです。フリートークね、フリートークの方、びっくりしました、本当にということなんでね、はい、まあそうですよね。まあちなみになんですけど、はい、話出ましたけど、23日からちょっと社員旅行という形で、はい、27ぐらいまでお休みいただきますんで。27までやって26までで7休みでみたいな感じなんでね、はい、5日間ほど社員旅行の話して、今回はですね、はい、九州の方に行かせていただきます。行かせていただきます。行かせていただきます。まあでも個人的にね、ただただ残念なのが、僕ちょっと行けないっていう正直でも行けないっていう、ラーメンマンって感じですね、それは。初欠席ですよ、僕社員旅行行きたかったんですけどね。いや、俺らはまあそのうちにね、福岡で美味しいラーメンとかね、長崎でこう平和記念公園とか行くんですけども、うん、行っちゃうよ。30人で平和記念公園に行くんですけどね。あとハウステンボスとか行くんですけども。平和記念公園って何なの？なんかこういう、なんかこんなやつある。見てもらわないじゃん。これ違うよ。なんかこんな感じの、こんな感じの、こういうやつ。ごめんなさい、ダウンタイムですってコメント上がってるんですけど、今んとこまだいじるよって言って、ダウンタイムまだ大丈夫です。ダウンタイムかよの後に NG コメントですってなりますけどね。いや、まだ大丈夫かな、ダウンタイムは。そうですね、まだ大丈夫。もう聞いていってくるもんね。うちの店は国内と国外が年に1回ずつあるから、年に2回なんで。そうそう、まあ今回国内、今回は国内でっていうことでね。まあ、お土産をね、こうルミ、お試しかで、ちょっとね、応募してね、配布するっていうこともあるなって。ちなみに、例の頼んでた BGM っていけるんですか？あ、OK でした。あ、OK でした。すげえ。すごい。すぐ再生ポンみたいな、ね、切り替えできる感じですか？ポンポンポンって。あ、長崎、そうそう、夜景が、すげえ。日本一だった。関係ないですけど、はい。はい。お土産買ってきますよっていう、ぜひね。てか水商売特有のね、お土産営業。お土産営業。お土産営業。うん。買ってきたよ、つって。買ってきますよってこと、ね、取りにおいでなんですね、むしろお土産営業されないのはちょっとやばい。されてる、みんなされてきましょう、みんな。せめてね。あ、でもね、今日ちょっとガクは2回目だけども、まあ、こうやってルイとかね、フレッシュなメンバーいるから、フレッシュなメンバーに対してちょっとね、あ、タイプとかね、行ってみたい、締め切りたいみたいなったら、バシバシくれてもいいかなみたいな。いいですね、そうそうそう、コメントくださいねって、うん。まあ、お土産は隕石でわらわらわらラブリュー何個つくね。あ、そうだ、あ、そう、最近ね、隕石っていうか、バーってね、映ったってなって、高倉健さん、水筒はね、そうですね、本当になんか日本を代表する、まさかの、お試しかで、ちょっと、なんだろうな、ちょっとしんみりしんみりしちゃう、VTR ちょっと流したですね、本当ね、しんみりしちゃいますけど、まあご冥福をお祈りします。世代ではないですけど、みんなで千羽鶴を折っていって、ね、でもすごいですよね、あの人死んどるやん、ポッポヤ死んでる、ね、そこポヤ亡くなってるのに、お亡くなってる、亡くなってるのに千羽鶴を折ってるどういうことやん、ってことなんでね。まあちょっと不謹慎すぎるって。でも俺、あの人でも、あらすごい、俺はあれなんだよね、なんだろうな、ポッポヤなんですか、俳優に長けてる感がすごい、なんか俺みたいな素人でも分かるからすごいなって ね、素人でも分かるっていうのがね、何このなんか普通のお願いしますっていうことなんでね、まあちょっとあ、夏はねなんだろうな、純レギューっていう感じだけど、まあレギュラーやけどっていう、ちょっとふわふわしてる感じ、やっぱり右の人かっこいい、ふわふわ、右って誰、あ、ルイだ、あ、マジですか、いや違うよ、あ、ルイだ、向かってたから、そうだ、あ、ありがとうございます、いいや、その人に手振ってあげて、手振ってあげて、カメラ目手振ってあげて、わーって、どっちだ、どっちだ、あー、かわいいね、やっぱフレッシュさがね、俺らにない ね、 てね、夏ってね、もういねえつってんだろうってね、今日はちょっと夏来ないけどね、タートルネック喋れって誰ですか、タートルネック、タートル短っ、タートル短っ、はい、ということでね、ちょっとコメント拾ってください、ちょっといい感じ、すごいコメントがもう300、ありがとう、なんか何今日かけも、ほら嬉しい、330件あって、拾ったらまだ2個ぐらいっていうね、すごいコメント多いですよ、バシバシ拾おうよ、すげえ多い、バシバシコメント拾おうし、従業増えたんだね、わしで拾うか、
誰か協力してくれてるなってことでね、これは。あ、7ターン。そう、固定半つけてくださいね。固定半つけてくださいね。あ、リンリンだ。リン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 も。久しぶり久しぶりのリンリンよ。見てくれてありがとう。ルルカ元気すごい。プラセンタ。プラセンタ。プラセンタ。今日行ってきたよ、俺。あら、俺もこの間。久々に打ったらめちゃくちゃ痛かった。今、あの、ラインネックと、タートルネックス。モルスモン誰っけメルスモンだっけなんだっけプラセンって2種類あるんだけど、メルスモン。メルメゾンですかメルメゾン。メルスモン。メルスモン。メルメゾン。そう、2個あるんだけど、メルセデスじゃん。ラインネックの方が今、品薄で、要は俺らが打ってるやつ。品薄で。メルメゾン。俺普段、プラセンタ3アンプルなのに、1アンプルしか今日打たせてもらえない。あら。メルセデスの方がちょっとなる。ねえ、もう。ねえ、ほんとに。最悪ですね。まあ、それは、いろいろあるんですけど。ヒロから、今日も夜勤ですって、メッセージできました。ありがとうございます。今日もね、工場の、バイトじゃない、正社員の方で。あ、見てしまって。ありがとう。見てくれてありがとうございます。ということでね、それでは、ちょっと企画の方行きたいと思うんですけども。これはね、某ね、アイドルがやってる、番組で、名物コーナーとなってるやつなんですけども、つま先のアイドルがやってる。それではね、つま先のアイドル行きたいと思います。よいしょよいしょ。初企画で皆さんにお試し、初企画やっちゃいよ。イーサーしりとりよいしょよいしょってことね。はい、ありがとうございます。多分ね、これね、某っていうか、もう言っちゃうと、アイドリングっていうアイドルが、アイドリングっていう番組で。アイドル、アイドリングっていうアイドルが、アイドリングっていう番組で、やってるね。イーソーしりとりっていう名物コーナーがあるんですけども、ちょっと、今かよっていうのはあるんですけどね、あえてちょっと今やらせていただきたいなという。ちょっとね、これは、しかも、まあ今という時今しかないですからね。今しかないって言います。今という時今しかない。パクリってきた。それ、ルミナスのシャンプー。ルミナスのシャンプー。パクリスティパクリスティ。いいね。俺らパクリしかしないからね。だって俺ら放送作家じゃないから、一から考える無理。テーペロ。で、原西とね、なんかね、あれ、あ、原西じゃなかった。なんでもないです。ありがとうございます。何ですか？なんかフジモン的な感じでね。あ、なるほど。うん、人のふんどししか使わない。いつパクるの？人の。いつパクるの？今でしょ。はい、ありがとうございます。ちょっと。もぐもぐ感がする。もぐもぐ感、そろそろなんか今年のハルさんね、まあ次あたりから、はい、まあまあまあ、ハルさん、ちょっとハルさんは忙しいけどね、ちょっとあれだったんですけど、じゃあそれではいきたいと。まずはシンプルにルール説明の方から。エイスしりとりは、まあ根本的には普通のしりとりなんですけども、はいはいはい、まああるお題に対して言いそうなことを並べていくと。言いそうな、そうそう。まあそれはお題は毎回決めていくんですけども、そのお題にの感じで言いそうなことであれば OK だけども、ダメであればそのまま普通のグイということで。はい、行きましょうか。これね、多分ね、一回ぐらい見てる人いるかなと思うんでね、多分ね、まあアイドリング意外と多分、まあ見ている女子の方がアイドリングっていう番組を見てるかっていうね、そこなんだよね。見てないだろうと思って勝手にやるんですけど、ちゃんとそれを言うっていう優しさっていう。ちなみにちょっと最初にちょっとサンプルじゃないですけど、音流してもらっていいですか。はい。あ、大丈夫です。あ、言ってください。ペンペンペンは俺らの手拍子するとセリフということで、僕からでいいんですかね、これ。さっきちょっとシミュレーションいっぱいしたんですよ、何度も見て。それいそうんはいはいはいでした。で、そのうんの間があるか、なんであるかっていうと、そのうんでいそうじゃなかったら、いやいやいや、ちょっと待って、止めてもいいっていう。それ止めてもいそうってことね。しかもちょっとその BGM ちょっとデカめでいいですかね、多分。聞こえるかどうかわかんないです。ビビる。ビビるほどで。ありがとうございます。音量は控えめ。音量控えめな。っていうか、すごいね。ついに本格的に番組っぽいじゃん。あ、すごい。番組っぽいじゃん。アイドリング的なね。はい、ありがとうございます。じゃあ僕からでいいですかね。菊池亜美また痩せてた。書いてありました。ありがとうございます。多分ね、いろいろね、悩んでると思う。悩んでる。彼女。彼女悩んでる。悩んでる。真面目。キャラとか。真面目そう。うん。っていうことなんでね。ちなみにだけど、なんだっけ、エリカちゃんだ。エリカちゃん、矢沢エリカ、谷沢エリカ、よくあれだっけ、ノーハー出てる、ああ、いるじゃん。僕
が行くカレー鍋屋さんによくいるっていうね、ここで聞いてください。あら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 、行きましょう。はい、カノエイコーとよくいるんですけどね、カノエイコーエソラっていうね、カレー鍋屋さんにたまにいる。そうそうそう、ベッド通りのね。はい、それはどうでもいいことで、はい、お願いします。ということで、じゃあそれではイーソーしりとり行きたいと思います。僕からでいいですか？こういう周りで。いいですよ、行きましょう。こういう周りでね。じゃ僕がちょっと先に、あー、ちょっと細っぽいのかな。皆さんコメントいっぱいくれて、あれだって。あ、じゃあ僕からでいいですか？何者かっこいいって、髪切って。あら、嬉しい。うん、ありがとう。じゃあ馬のプラセント聞くって。僕、ここに乗ってない乗ってないですけど、乗ってないですけど、僕がちょっとお題考えてきたんで言っていいですかね。はい、どうぞ。売れてないホストが言いそうなこと。こと大丈夫ですか？はい。え、これルルーシュから始まって、その後はしりとりですよね。しりとり、その時です。うわー、怖いな、これ。めっちゃ難しい。まあ、普段はその一発目の人の一番下の文字からスタートっていうことなんですけど、あえてもうしりとりなんで。ああ、なるほど。あから、僕、あから始まる。そっからは普通の。あ、了解した。怖いな、これ。怖い。パン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 、言いそうのあれ来るんで、お願いしますね。はい、いきますよ。それでは、いきたいと思います。はい、終わり。イーソーしりとり、パンパンパン。そ、イーソー。アフター代出して、それイーソー。言うんかい、自分で。自分で言うんかい。で、自分で言うんかい。で、テンション上がんない。それイーソー。はい、はい。早くない？ごめん、嘘。そんな難しいかな？ルルか。え、待って、難しい？今難しかった。血を見るぞって言ったよな、それ、言いそう。ルルカさん、言いそう。え、いろいろね。何そのね、今忙しいで、2につなげる。あー、なるほど。普通の知り合い。違うだろう、いくら持ってるのだろう。いくら持ってるのだろう。待って、まだ、たぶん、慣れてない、言いそうしりとり。言いそうしりとり、慣れてない。どうしようね。じゃあ次、あ、いや、同じお題行こうか。いや、もう、ルイから行きましょう。そう、続きで。ルイから。イから。うん、イからね。うん。じゃあ行ける？はい。行ける。ヒント、ヒント書いてくれるから、ほら。行くよ。それでは、始まる、言いそうしりとり。はいはいはい。ごめん、今いくら持ってるの？はい、パンパン。の、いそう。パン。の、の、の。飲めないって。それいそう。て、あ、俺。てか、て、ていうかさ、シャンパン入れてよ。それいいぞ。幼稚やってちゃんとした接客ができない。それいいぞ。今すぐ来てくんない？それいいぞ。よっしゃよっしゃ。またいいだ。今酔っててちょっと接客できないわ。まあ、それいいぞ。今日ギリだけど、似てるのダメだけど、ね、ギリやね。うん、ギリ、うん、本当はダメよ。わだよ、わに入らなくて困る。それいいぞ。ルルカさん、ルルカさんマジ怖いんだよね。それいいぞ。ねえ、ご飯食べれないからご飯連れてって。それいいぞ。ちょっと俺のこと見せて。手4 3 2 1。ゲートル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 。マジで弱くない？みんな。いや、難しい。弱くないもあるし、言わせてもらっていい。お前、俺利用してちょっと何度かでもやめてもらっていい？いや、新人言いそうみたいなね。あ、新人っていうか売れ。しかも言わせてもらって怖くないから、絡まないから。なんだろう、やめて、もうそんな。
いやこれてか俺結構さまともなの言ってみんななんかクオリティ低ない、いや、うん、低ない。ちょっと待ってください、一つ言っていいですか、はい、音いらなくねって言うんだよね。いや、一応ね、難しい、一応、まあ、めちゃくちゃ難しいってことだよ。わかります、わかりますけど、そこは大事にしていこうっていうね、まあまあまあ、俺らも言いつつみたいな。え、ね、待って、引っかかったじゃん、ちょっとやれよ、なんで間違ったか、なんで間違ったかカメラどこ、ここ芸能人っぽいよ、カメラどことか。うるかさん怖いよね。怖くないわ。何そのイメージやめてよ。怖くないわ。え、それいいぞ。やりたくないから。言ってるやないか。じゃあ分かった、じゃあ決めなよ。いいっすか。待って、俺怖くないから。怖くない、真ん中の方おねえ来ました。カット正解で。それ本当。いや違うわ。違うわ、またやろう。今日バイキング見たら、あのお姉のなんか占い師みたいでしたよ、ほんとね。なんかお姉のメンタリストみたいで出てました。怖いな。ごめんなさい、広がんないからやめてもらって。次のやついきましょうか。将来お願いしますね。はい、待って、ちょっと待って、みんな弱いよ。いや、ちょっと慣れてきたら多分ポン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 出ると思うから、もうちょっと待っててね、うん、これあの次始まる言葉なんですか、そのちょっとあの何で引っかかったっけ。あのすいません、手です、手、じゃあ手でいいんじゃない。一つちょっとあの提案あるんですけど、うん、ちょっと乾杯しましょうか、みんな。ちょ、酔ってないね。酔ってない乾杯。一気にちょっと行くわ、お酒。渋犬が何か食べようとしている。行きましょう、参りましょう、グー。わー、手から始まるんですよね。今日ワイルドかな、俺。ワイルドじゃないよ。もうしりとりやめたらってきます。なんでか分かる。ただの山手線ゲーム。なんでか分かる、なんでか分かる。みんな弱いよね。弱いっすね。これね、これやれなかったらまずチンコだよ、まずでね。行くよ、行くよ。なるほどね、しりとりじゃなくていいそうなやつ。確かに、簡単にした方がいいってことね。そしたらホストっぽいのでいっていいですか。じゃあ分かった、じゃあそれ以上でしりとりじゃないやつで行く。古今東西にします。分かった。もはやね。いや、待って待って、今見た、今見た。見てないっすよ。あ、先々週から引き続きで手で取った上に、あげく落としたアイスも俺に入れました、今。地面に落としたアイスをルルカさんに入れていいな。見ました、今もし見逃した人は、あの YouTube なり、スロー再生、タイムシフトなりでちょっと確認してください。今やばかったっすよ。やばいよ。手で取った上に落としたのをさらに手で拾ってまた入れる。地面しかも普通は自分のグラスに入れるのに俺のグラスに入れた。いや普通は灰皿からどっかに捨てちゃうんですけど、俺はそれをグラスに入れるのをルルカさんに入れた。ビビってないっすよ。壁ドンですね、ルルさん。じゃあその怒りをちょっと壁ドンでお願いします。わかりました。壁ドンってか、壁どこにあるの。剣ドンし、剣ドン。いや、もう正解、正解。それ正解。それ正解。あ、どうもです。そういうことです。はい、ありがとうございます。はい、行こうか。どうするんじゃあ。どうします。だって、待って、しりとりでき、そんなむずいかな。いや、俺、いや、もう一回、もう一回やろ。もう一回やってみます。これでダメだったら、これダメなやつで俺以外クソだったら、ちょっともう。やろうか、そっちで行こう。剣丼の後に絶対いけるもん、俺ビンタ行け、腹丼したね。じゃあ悪すぎやろ。とりあえずもう一回ね、もう一回。どんだけ驚くエンジンかかるまで多分時間かかるから、手からスタート。手からのお題は、お題行きますよ。ホストっぽいので行きます。ホストがアフターを断るときに言いそうなこと。 OK、 OK、 OK。 結構限られるんじゃん。いや、やっぱりホストがアフター断るのは500通りありますから。あ、まあでもじゃあ、レパートリーありますから。500通りの断り方がありますから。じゃあそれでいこう。うん、いいよ、せーの。それいいそう。てかさ、今日飲みすぎて潰れそう。てかさ、ずりーな。それいいそう。最後手で終わらせてもらっていい。お前やで、ルイだよ。4ねえだよ。ねえ。いや、うまく理由いないんだけど、今日は。ねえじゃなかった。ね、いや、ねえ。あ、うか。こう。うまく理由いないんだけど、今日はミーティングがあるんだ。それ言いそうだよ。言っとるやん。言っとるやん。だってさ、俺酒弱いじゃん。ああ、ちょっと。ゲーダーゲーダー。あやたかを。待って。弱だ。いや、うんがつくっていうしょぼいミスやめてほしい、本当に。普通のしりとりでアウトってやばくないですか。ただただアウト。やばくないですか。アウトだよ。ジャンだけは
じゃあもう一回チャンスあげる。もう一回チャンスあげる。もう一回チャンスあげるからね。いくよ。語尾変えればいいだけやん。え、言葉なんすよ、上。ん、上なんすっけ。何だっけ。だってさでしょ。だ、あ、だってだでしょ。だで終わったんだよ。いくよ、じゃあパンパンパン。いいぞー。ちょ、誰かさ、変わって。それいいぞー。なんか手が昨日から痛くて痛風かもしんない。ちょっと今日いけないわ。それいいぞ。私だってね、行きたいけれどもね、行けない事情があるんですよ。それいいぞ。え、グッド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 参りましょう。グッド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 。おねえ限定のやつやってください。コメントすごい。私お姉限定のやつはお姉限定のやめてください。本当に何この身削ってる感じ。ちょっともこれこれグッド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 マリオショーグッドグッド。ねえ、もう痛風笑ってきちゃった。うち痛風結構いるからさ、あながち笑えないのよ。笑えないよ。笑えないですよ。笑えないやつだから。それお姉ダメっすよ。はい、お姉ギジなんで。じゃあ俺ちょっと引っかかっちゃったよ。なんで別に悪くないけどな。まあ私、あ、これね、私、はい、わかるでいい。次いいですよ。わかる。あ、やめていい。こっからは、やめない。痛風は手がちょっとなんかもう足とかも腫れたり。あ、じゃあ俺夏が言いそうなことってどう。あいいですよ。うん、え、いい。それ俺夏が言いそうな。ちょっとモノマネ気味にしてほしい。モノマネ気味に。オッケー、できれば、ね、夏が言いそうなことね。なんだ、夏が言いそうなことで、和から始まるで。いい、いきますよ、俺から。青いの誰、ルイ。いいぞー。わかめスープ食べたいからさ、バリアン行こう。それいいぞー。ちなみに今の、うすか行こう、うすか行こう、ここでいいよ。これやばいな。おぉ。それいいぞ。誰でも言う。何これ、勢いで。それいいぞ。ラって言った。レレレレで。何これってさ、5、4、3、2。レをちょっとこれ持ってきて。それいいぞ。いや、手痛いからこれちょっと痛風かもしれない。深いけないわ。それいいぞ。わかめご飯食べたいんだけどさ、ちょっとさ、悪党でさ、出前頼んでもいい？それいいぞ。ゲッタ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 。いいぞ。わかめご飯の出前わけがないんだよな。グッタ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 マリオショー。グッタ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 マリオショー。グッタグッタグッタ。708番さんが別にわかめ好きじゃないです。間違いない。言わせて。お前も誰だか分かった。何お前のわぜめ。いや、わぜめ何、だから手やめてくんな。本気でマジで手やめてくんないかな。それいいぞ。いや本当だから、マジなやつだから。手やめて、本当やめない。さっきからなんかカロリーの巨峰なのにちょっと塩味が強いっていうかさ、塩味が塩味が強いんだよね。塩味ってこと。塩味やめてください。ちょっといいやんないっつって。そっちの方が早いなっていう。死ぬ死ぬ剣じる。また俺ですか。わですね。しかもごめんね、大多数がねなんか変なのし、過半数超えてそれ言わないでしょうっていうのにお前の独断なんだよね。いや、それ全部全然全部趣味系だし、めっちゃ俺飲ましたいだけみたいなね。みんなちょっと言えないだけやろ、そのグイって。いや、いいよいいよいいよ。まあそこはブレイクで込む。え、今なんて言いました。え、わかめ食べたい、わかめご飯、ご飯食べたいからちょっと出前頼もうってみたいなこと言いました。そう、でも俺聞いたことないっすよ。え、聞いたことない。言いそうなの。俺、ナッツさん、わぜめやめてくんない。ナッツさんだよ。え、ちなみにじゃあここにいるメンバーで言うなら誰が言いそうなお題がいいかちょっと今書き込んで。しむじるぶしゃ。それで行くわ。しむじるぶしゃ。それで行くわ。俺でも意外とケンケンの言いそうな言葉ちょっとありだった。いや俺自分じゃ分からない。ちょっと分からない。分からないですか。自分じゃ分からんな。いやこれね、俺かい。じゃあ俺行くか。ルルーシュ。あ、
ね、じゃあちょっとそれまでにちょっと俺ら、うん、あのちょっとじゃあ軽く考えとくから、はい、CM自分を変えたい全ての人へ、さあフェイトへおいでよ。イーソーしりとり、これブレーコーですからの頭言葉はルルカのルでいきたいと思います。あ、ルルカのルでいきましょうか。ーーーまあちゃんとパチパチパチってみんなしてくれてる。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。じゃあそんなルルシが言いそうなイーソーしりとりいきたいと思います。はい、それイーソールーキーはみんな死ね、それイーソー最初それねえ、マジ頼むね、それイーソーねえねえ、それちょっと違うじゃん、それは。それいいぞ。何それ。え、待って。それはわ、それは違うじゃん、それは。それはね、あ、オッケー、危ねえ。わ、五、四、三、二、一。いけいけ。行っていけいけ。ちょっと早っ。じゃあもうちょっと行っとけって。行っとけよそこは、ちょっと。でも何でもいいんだよ。でもわ。わぁ、苦手系、なにこの感じ。あー、やたかでーす、彼が飲んでるな。やたかですちょっと年齢制限ね、年齢制限、年齢制限そこだけはちゃんと、ね、うん、やってこっていう、ちょっと送りに行こうっていうね、そこはね、ごめんなさい、本当はね、お酒飲ましたい気持ちは山なんですけどもね、やっぱ年には逆らえないってことも、もう一回行きましょうか。わぁね、わぁね、わぁね、もう一回チャンス与えますよ。人変えます、それともケンケンの言いそうなことでもいいですよ。いや、ルルーシュで、ルルーシュ行く、ルルーシュ行く、はい、じゃあ、あと15分行く。ルルーシュが言いそう、さっき言ってた、さっき言ってた、一人称わからルルーシュが、ルルーシュが言いそうな、ルルーシュが言いそうな、言いそうなこと、はいはいはい、それ言いそう。私、あの、わかめスープ食べたいんだよね。それ言いそう。言わねえよ。ねえ、ねえ、これテーブルセッティングしたの誰？これマジで、あの、お前ら覚えとけよ。それいいぞ。余裕で売り上げ上げっから。それいいぞ。ラー？ラー？ラーメンワンチャンあるんじゃない？いいぞ。マジでいいぞやろ。え、今からちょっとアンケート取るから。それいいぞ。ラジメ、ラジメ。ラしか言えん。ラッパ飲み、え、もう無理無理無理、コップで行くわ。それいいぞ。ワンチャン今日とんかつありじゃない？それいいぞ。いいじゃん、シャンパン入れてよ。それいいぞ。酔っ払った。それいいぞ。わあ、多いんだな。タだよ、タですよね。グッド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 、結構あるけどね。結構ある、結構ある、ありますよ。うん、タンバリン叩いたことあるよ。それいいぞ。ないわ、聞いたことない、聞いたことない、聞いたことない。あ、タワーやってよ、タワーやってよ。え、待って、結構あるけどな、タ。ケンケンの言いそうなこと行こうよ。あ、ケンケンの言いそうますか。ケンケンの言いそうなことでタから始まるやつ。そんな、そんな、ルイから始まる、イエーイ。いや、急に急にそれ、いいぞそれ、いいぞー、こういう、それ、いいぞ。突然言わねえよ。じゃあ、あの、ケンさん、シムケンが言いそうなこと。よかった、じゃあ、じゃあ、ルイから始まる、はい、
ケンが言いそうな言いそうしりとり。はい。それ言いそう。タワーやってくれない？いや同じ。ルーカさんと俺同じやよ。いつもと一緒のことやればいいんだよ。それ言いそう。ヨガ始めない？それ言いそう。ヨガ。いいからフード頼んでよ。お腹空いちゃった。それ言いそう。リブやないか。タニシ好きなんだよ。それ言いそう。本当。ねえねえフード頼もう。いいぞ。M のイメージやめとけお前。もこれえカロリーももなのこれ。それいいぞ。の。あレモンかけていいからね。のだよ。のなの。いただきます。えなんなん。飲ませないよ飲ませないよ。の。いや。ねでしょ。のの。のののの。よ。三二一。のののの。フードちょうだい。それいいぞ。いやーきついっすわー単価上げるのいやーきついっすわー単価上げるのフードじゃなくてお酒なのはそれいいぞなんぼほのフードわ私フード食べたいそれいいぞそれ ルルーシュの言いたいことやろそれいやー今日のフードうまかったわそれいいぞいや、私、フードより…なぜモモイみたいモモイみたいモモイみたいよー好きなのよねねえいいぞねえねえねねえね新メニューのフード頼んでそれいいぞいやーマジでもう飲めない飲めないけどとんかつなら食えるそれいいぞルーカ怖いそれいいぞ嘘つけいいだよいい5、4今からお酒頼もうかいいぞそこだけお酒なんだ酒飲んでなかったフードでええわそこ楓さん今から飯行きませんそれいいぞいや待って待って飯行きませんいやもうよう気づいたね俺全然気づかなかったよいや俺次の日やからうんかうんかねうんねや待って俺全然気づかなかったわうんやないか全然気づかなかった今やばい行きませんやかもしれないフード調子待ってるあ待ってカエルさんが言いそうなこと行こう代表いや意外と難しい人には難しいえ引っかかったのがじゃあガクから、はい、で、今何に引っかかったカーでかじゃあ、カから始まる石を変える代表が言いそうな言葉いくよいくよ、いくよバン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 それ言いそうカップラーメンよりカニ食べたいっすそれ言いそうなんだこれごめんね、グーッとグッとグッとちょっとこれないかなちょっとねグーッと待って、言わないよね言わないよね、多分ねカップラーメンよりカニ食べたい大抵それみんなそう思ってる大抵みんなそう思ってるからそれ語尾の、なぜか敬語ってのもよくわかりますでもガクうまいよねガクうまい意外とうまいじゃあもう一回ワンチャンワンチャンカから始まる一応カエル代表がちょっとカエルさんに寄せて寄せてそうそう寄せた天気とかね寄せてカエルさんがカエル代表が言いそうな言葉言いましょうかはいはいはいそれ言いそうチャンスヒント来てるよチャンス来てるヒント来てるカニドラグ来てよそれ言いそうわあ俺の携帯どこそれいいぞここ、どこいいぞこれあるなそれいいぞなにこれなにこれありがとうそれいいぞサプライズねサプライズサプライズサプライズうねううわこれめっちゃ美味しそうそれいいぞうまいないいぞいいぞうわ俺
の大好きなクリュグじゃん。そこだ。うん、ちょっと。そこだ。そこだ。お前ひどいなお前。そこだ。自分で。ひどいなお前。うん、削る自分でうん言ったから。うんが、うんを言った。じゃんって言っちゃった。ひどいね。何やってくれてんの。レギュラーなのにっていう部分ありますよ。ちょっとね。もう一回いいですか。もう一回いいですか。リベンジ、リベンジ、カエデ代表でリベンジ。リベンジ。そんな、じゃあカエデ代表が言いそうなこと、カエデ代表が言いそうなこと、うから始まるね。はい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 、それ言いそう。うお、久しぶりじゃん、もう久しぶり。お、リ、それ言いそう。リーマンショック以降、全然単価が上がらない。それいいぞ。いや、ボケてんの顔だった。いや、今日いい日だな。それいいぞ。誰でもいいわ。なんだそれ。な、な、五、な、四、な、三、二、仲間みんな集めてやろうよ。それいいぞ。よっしゃー、行くぞ。それいいぞ。これそんなネットでゾウね、ゾウ。え、ゾウとか見たくない。いや、前回の始まって。いいよもう、俺どうせ売り上げ勝つから、もうそういうアピールいらないって。それいいぞ。なんで手が組んだろうな、これ。手、手、手、五、四、あるって。まだ手。てかさ、今日言っとかない。それいいぞ。もうそろそろ言ってからしてるぞ、危ないからね、引っかかるよ。てかさ、ずるいな。いいだよ、いい、ゴー。やるね、次攻撃でいけんのか。それいいぞ。いや、あるな、これリアルか。か、か、か、またか。ゴー、よ、さ、かすりもしてねえじゃん、これ。それいいぞ。ね、レモン持ってきて、ルイ。それいいぞ。いやー、今月は売り上げギリギリだった。危なかったわ、うん、それいいぞ。わーかー、わーわーごわ。私はね、私はね、3、ね、もうね、飲みますよ、ほんとに。はい、グッド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 。ね、和行ね、和行弱いわ、ね。和は難しいね。わかめご飯ね。うんで結構グイグイ。わかめご飯。おかしいぞコメント。何これ、ね。飲ませる気満々じゃコメント。天丼やっぱ使ってほしかったな。じゃわかめご飯。わかめご飯の。俺酒わかめご飯超好きだった。めっちゃ美味しい。あ、じゃあちょっと一瞬ちょっとね。ちょっとブレイクタイムということで、コメント拾わせていただきたいですけども、コメント拾っていきましょう。そうですね、これ本当にボリューム控えめに皆さんしてくださいってことで。ルルーシュアンチ楓って書いてある。あ、書いてあった。それを俺も拾おうと思って。ルルーシュはアンチ楓。何それ。ライバルってこと。好き楓さん好き。仲いいよ。ハルさんの聞きたい。あ、来た。ハルさんのも、あるんですよ。あ、ハルさん行こうか。ハルさん行きましょう。ハルさんのもあるね。ハルさんの言いそうなこと。うん、考えてきたんだよ。ルルシー、お前、アンチ買いで。お前、お前ついてるやん。もはや。てか、ルルーシュ、お前、アンチ買いで、そんな君は、ルルーシュ、アンチやろ、それ。ルルーシュ、アンチやろ、それ。完全にね。まあ、まあ、ってことで、じゃあ、行きましょうか。じゃあ、渚から。渚から、行こうか。はるさんの。はるさんの言いそうな。あ、じゃあ、俺からの、はるさんの、一言からいいですか。ダメっす。ダメっす、ね、俺か。はい、お願いします。行きましょうか。これ始まりなんすか。厳しくない。もう始まりなんすか。始まりでしょ。わっ、ち、ち、ちから行こう。ち、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 それずるいからダメだよ。ち、から行こう。もうじゃんけんで決めたいぐらいやばいもん。じゃあ分かる、じゃあ、ちね。ち、ち、から行こう。いいよ、いいよ。じゃあ、話な。ち、から始まる。ち向けはアンチハル。ち、ち、ち、いや、ハルシ、ハルシオンが、ハルシオンが言いそうな言葉。それ言いそう。チーズ。いいぞ。すやで。す、す。五。頭の回転病気か。思いつかなさ、お前。一。嘘でしょ。嘘でしょ。
ルタ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 ルちょっとルイ君からね、うん、始めからね、考えるしかない俺おしっこ行きたいから、うぅ CM ばあちゃんの口癖、クマの御堂に蜂蜜龍馬、ゆうすけなるきに青い水木、夏木に香るにもろはの剣、あーくまちゃんの言う通り、あーなおぴーにゃかなわない、ワンドリンクフォートモロー、いっぱい飲んだ次の日って冴えないよね、せっかくの可愛い顔が台無しだよ、余分を内側から取らなきゃ、飲んでも綺麗を守る、飲むならセキュリティフィールベター、真ん中の人いないけどね、真ん中の人いないけどね、いないですよね、いないよ、ちょっと長かったからね、イエーイイエーイ、そう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 、イエーイイエーイイエーイ、パチパチって、いやまあね、続きましてのことでね、でも考えたら行きましょうか、うん、大丈夫か、ルイから、ルイから始まる、ルイ大丈夫、ハルシオンが言いそうなこと、はいはいはい、それ言いそう、スーパー、それ言いそう、いいね、いいね、パンチ食らわすぞ、こらそれいいぞ、やばくない、ラーメン二郎いきません、それいいぞ、グー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 、何やってくれてんの、俺らハルシオアンチではないっすよ、何やってくれてんの、ハルさん大好き、何やってくれてんの、僕からいいですか、え、レギュラーがんで詰まるとか寒くない、うん、すいません、すいませんでした、本当にすいませんでした、じゃあお題お前が決めるんじゃ、ハルさんが言いそうなこと、おー、いきますね、じゃあちゃんと言いそうなことで攻めてね、ちゃんと言って、じゃあ頼むよ、もう一回、そこだけね、言いそうなこと、言いそうじゃなかったらもうそろそろ俺もちょっと V だよ、もう本当にね、おい、福島村のくせにやかましいわ、最近ユニクロになったで、じゃあ行こう、はい、はい、そんな喧嘩が始まる、ハルシオンが言いそうなこと、いからでいいですか、それいいぞー、いからでいい、言ったな、後悔すんなよそれいいぞ余裕だよ、それいいぞ誰やねん、誰やねん、今日からの4つライト、誰やねん、ゴー、え、酔っ払った、いや、そんなの知らん、チーッスそれいいぞー、うわ、ドリブルした、ゴリゴリドリブルだスイッチが頼んじゃねえよ、それいいぞー、よぜめやばい、よっかれてないんです、それいいぞーって言った、スッスッそれいいぞー、オッケーあがん、オッケーあがん、すっぱ、この男の梅さはすっぱ、それいいぞー、金は今日チーズ、それいいぞ、攻めな、酸っぱいわ男の皆さん、うまい、酸っぱいばっかりじゃねえかよこれどっちっすかね、どっちっすか、アウトか、これはこれはいいぞ、おーおー、優しい、優しい、いいじゃない、いいいいいい、ゴーよ、行けるときに行っとかないとね、それいいぞねえ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 、マジで本当にありえないから、本当に本当にやばいよ、やばいよ、チーズ出川出川、それいいぞ、すいけ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 、どっちどっちどっち、いや、これはちょっと、じゃあ、アンサーだね、出
川ですよね。出川、出川ひどくない今の。レギュラーらしかの発言。なんでアウト多かった。何逃げ腰なのお前。はなんでやばいよやばいよやばいやばいよちょっと出川に寄せるっていう。ちょっとさ、マイナーな人の言いそうなこといかない？はい、行きましょう。誰ですか、誰ですか。ちなみに誰ですか。え、ゆうりさんとか。いや、わかんねえ。見てる人が、わかるかわかんないかって、やっぱり。待って待って待って。すみません、あの、考えてきた意味。考えてきた意味。考えてきた意味。オッケー。ちょっとぶっ込んだ、ちょっとお題いくわ。はい。じゃあ、今、見せたらお前。はい。じゃあ、県から始まる、はい、女の子が、はい、風の入金に、はい、遅れるときに、はい、言いそうな言い訳を行きましょう。やばい、ぶっこんだこれ。ぶっこんでますね。ぶっこみ系ね。行こう。売りかけの入金遅れて。それから始まる、女の子が酒の入金が遅れるときに言いそうな言葉。はい、何、あの、最初何がいいですか。何聞かかってみて。な、覚えてない。いや、もうすでいいや。す、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 なんですな。いいですか。いい、行こう。じゃあ、じゃあ、すから始まる。はい。パンパンパン、それいいぞー。すりむいちゃって膝、ちょっと働けないから、あの、働いたら連絡するね。それいいぞいや、ネガティブな気持ちになってて、メンタルが落ちてて、もうなんなら、もう出勤っていうか、もうなんなら生活すらできない。それいいぞ胃が痛い。それいいぞいや、もう今日さ、もう病んでて、もう出勤できなくて、ごめんね、遅れる。それいいぞルだよ、ル。ル、ル。ルイのせいでさ、いや、これか財布忘れちゃったんだよね。それいいぞルイ13世の方ね、多分ルイ13世ルイ13世の方、はい、ねえ、聞いてよ、昨日財布落としちゃった。それいいぞいや、たかがさ、3万ぐらいさ、立て替えてよ。それいいぞよ、よせ、よ、よ、よ酔っ払ったせいで、私は次の日出勤できなかった。だからちょっと待って。それいいぞえ、てかさ、ほんとにそんくらいのお金だったらあんた払えるんでしょみたいな。な、な、それいいぞみたいなっているな、な、な、なんで、なんで私が払わなきゃいけないのそれいいぞいいぞやけどやばい。ちょっと待って、ろくな客じゃねえの。脳がさ、すげえやついるわ。脳がさ、最近痛いの。脳が痛いの。ノロウイルスにかかっちゃった。それいいぞ。た、た、食べ過ぎちゃって胃が痛いの。それいいぞ。結構キャラよ、言いたいよ、ダメよ。食べ過ぎちゃってて、今もうごめん、昨日飲みすぎてお店行けない今日。いいぞうーわ、え、こんなに溜まってたのこれいいぞ結構いいとこ行ってるよ、いいとこ行ってる。いいね、いいね。のうのうとさ、仕事してさ、私はこんなに辛いのに払えませんいや、うん、うんや、うんや、俺いいぞうんで終わる。なんでこんなレギュラーメンバー弱いの。レギュラーメンバーのグイやめない、ちょっと。ガク、なんでガク上手いんだから。ありがとう。いや、ちょっと俺、もう一回やらせてください。しかも、ガクの、ちょっとガクの受けるのが、今まで売りかけ一回もしたことないのに。ないのに、一回ないのに結構上手い。そして、かけた分結構経験あるのに、お前一番下手ってことやどういうことやね、お前。最後は、払いませんでね。ガク上手いってきてる、ガク上手い。上手い上手い上手い。本当に、本当にセンスあるんやろな。ガクうまいね。うらやましい。これパート2いく？これパート2いきましょう。続きますよ。これいきましょう。これはちょっと面白いぞ。何やん？これビールです。あ、じゃあいいよ、行ってよ。いや、行きましょうか。今何ミスったのか忘れました。うんで、うんでんでミスったね。それは知ってる。始めれねえ。それは知ってる。だったら始めれねえから、まあとりあえず同じお題で、はい、じゃあ好きな言葉でいいよ。おしゃれ。しゃーなし。じゃあ俺に優しくしてくれるってことで、弱いから。ケンじゃあバーね。弱いから。
あ、キーね。キー、はい、いいですか。はい、はい、パンパン、それいいぞ。今日、財布とバッグ盗まれちゃって、それいいぞ。それ、つま手がちょっと持ってかれて手こきできない、それいいぞ。言わないわ。いや言わなそうだわ。いや最近出勤してなくてね、つらい、それいいぞ。いや、今日は行かない約束だったじゃん。いや、うん、それは続けて、うわー、タグ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 、あの、他人に厳しいから俺、あの自分で見せたくせに、なんかつけろよっつってね、その後、ねえとかつけろよ。はい、いや、お前が飲んで、それは。あ、いただきます。お前がなんか、繰り広げたことだから。広げたの、シム兼じゃあ任せる、いいな。あの、すいません。はい、よいよ。何、初回枕誘う時の口説き文句にして、お題、そして枕セリフいいなっていう、来てるんで。じゃあ枕に、枕関係、じゃあ、うん、え、枕してるとき指名もらってから。しちゃうわ。初めて誘うときじゃないの、初めて枕に誘うときの口説き文句。口説き文句、はい、いける。おー、いけます。の、それいいぞ、いきましょうか。え、引っかかったの誰。僕です。じゃあ、レイから始まる、初めて枕に誘うときのセリフ。はい、え、ど、な、何からですか。どうしよっかな。何、セリフのフから行こうじゃん。あ、じゃあ、フ、フから。フ、フ、フ、いくよ、いくよ、パンパンパン、それいいぞ。いや、布団だけじゃ寒いんだよね、それいいぞ。うまいな、今の、うまいな。猫抱っこしてるには足りないんだよね、それいいぞ。寝攻めきた、寝攻め。猫を抱っこしてるとかちょっと足りないかな。それいいぞ。待て待て待て、出れー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 、欲しい。はっ、あ、待って、1分前やって、1分前。うそー、やめてる。早い、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 一番悪いよ。せーの、それいいぞ。ねえねえ、セックスしよ、それいいぞ。余裕だよ、枕とか余裕だよ、それいいぞ。酔っ払ったから今日一緒にいて、それいいぞ。てか、今日は一緒にいようよ、それいいぞ。よ、酔っ払ってもう帰る家泣きちゃった、それいいぞ。タンスからさ、ほら、もう終わるよ。カンチセクシーよ、再来週も見てくれよ。いいよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Hey yo everybody！ この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しなら Night 2、総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろんすべて無料でございます。見逃した放送はすべてこちら、パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO！ チャンネル登録チェケラー。